一言だけ喋って黙っとくんですけど、確かこの試合だったよね、僕がコミュナ押して対策ボタンを押したの。ボタン押したね。一番最初はそうですよ。あと今停電直した僕だし、あともう一回停電を直した時があった気もするのと、あともう一回言っとくと、ラボで一番最初に先出し、クロムさんの目撃情報先出したのは僕で、近づいてきて怖かったから心電図の方に逃げて、で、竹尾さんがいたから心電図、別にもう一回確認しとこうと思って、どういう状況かなと思って確認して、で、クロムさんが死んでたから、死体一特定でき、かつそこから僕は死体発見しに行こうとした竹尾さんにボタン鳴らされたっていう時系列です。はい、あと温まってきます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなとこやなぁ。あ、センターさん。じゃあ。ミュートします。ナイスあぶねはい、ナイスです。でちょっと顧問直したのもセンターさんだったからね。めっちゃ白いじゃないですか、そしたら。白いね。顧問サボタージュだっけ、名前。はい、顧問サボタージュでしょ。速攻直して速攻しました。ナイスです。最高。最高。だいぶ白い。最高だぜメイプ入ってない。アルトさん、一票ずつ入っていくシステムだから。いやいや怖い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 。まあでもそうっすね。なんかありました？怪しい動きとか。なんもないっす。うん。じゃあスキップで。ああ意外に入んなかったな。意外心理戦ですね。みんな怖いから本当に釣られるのは。チキンレースしたかったな。ちなみに僕はアベレージさんに入れてないです。早くねサボタージュ。あれなんかシステム違う。10秒経った今。茶色オレンジ。茶色オレンジ。これ色ないよな。大丈夫かな。ポン。音は気持ちいいねこのゲームね。バグってます、はい、ごめんなさい。義足さん、オッケー、大丈夫。状況伝えますね。高田さんが死んでて、はい、死体発見がクロムさん。が死んでないです。オフィスで心電図をずっと見ていて、うん、それでストレージとラボラトリーに1ずつだったので、ストレージに先に行った結果、ストレージで死んでいました。で、オフィスで見ていて、ストレージまで、オフィスを見た後から、そのまま直行でストレージに行ってます。なんで、大体20秒くらいかな。だからそれより前には死んでる。うん、なるほど、うん、あそれだったら赤茶色オレンジは絶対無理です。そうですね。あサントストータスもサントストータスも無理です、うん、無理やと思う。で俺はクロモさんがバイタル見てるのも見てた、うん、そっから先ウェポン行ってからはサントスさんとウェポンコミュニケーションと一緒やったんで多分無理やと思います。 青黒紫赤オレンジあの帽子かぶってるやつは全部発
外してないか。本当だ。防止電所。ちょうどみんな被ってますね。じゃあ旗底浮いてるんで今の動き言うと、エレクトリカルからそのレポートが鳴る10秒前ぐらいなんですけど、エレクトリカルの横とストレージの真ん中のあのタスクあるじゃないですか。あの迷路みたいなやつをやってるのを高田さん見ていて、その後神殿図まで行って高田さんが死んでるのを確認して、僕も探あそこだなと探しに行こうとした時にレポートって感じです。ほぼ誰も会ってないです。義賊も多分一人行動してるんで浮いてるんですけど、僕も多分死体どこでしたっけ、あのストレージ多分その近くの外の僕あの迷路のやつとか助けてて、最終位置はウェポンの横あたりですかね。なんでまあ結構疑われる位置でもおかしくないかな。あれ義賊さん、あたさこさんっていうことで大丈夫ですか。もうアルトさんじゃない、あとあとあれ僕ラボ最後アルトさんがラボ1あったんでしょ。ラボ1ありました。あ、じゃああとはごめんなさい覚えてないです。1の場所しか覚えてないです、ごめんなさい。委託か、うん、ラボの証言は多分合ってると思うので委託だと思います。あ、また殺してから行くことも一応あれか。でもそれ無理じゃないですか。どっちだっけ、死体確認しててアドミン見てだったらまあ一応消えなくはないんじゃないか。おはようございます。レポートの直前20秒15秒20秒ぐらいの時にラボラトリーに他に人がいないっていう話だったらアルトさんが白でいいと思うんですよね。僕以外誰も見てないですし、エレクトリカルの停電が終わった後にストレージの上で高田さんと会ってます。クロムさんって神殿図で高田さんが死んでるのを見てアドミン見てストレージ行ったんでしたっけ。そうですそうですそうです。あ、そっか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 。だったらまあ一応確かに行けるっちゃ行けるんじゃないかな。確かに。でも神殿図見て死んでるから探しに行って、あれ報告死体発見でしたっけ。そうなんですよね。ごめんなさい、神殿図見てアドミン見てストレージなんで確かにあんま意味なかったかも、うん、行けなくは ないって感じ。ちなみに僕ラボっていうよりももうラボの方全部終わったので除染室の中入ってました、うん、まあ、ただストレージ結構ベントの近くではベントっていうか、まあ、どっちかっていうと給油の近くだったんですけど、まあベント入る方が自然かもしれないので、まあまあ、死んだとは思うので、うん、ラボラトリーにいる方は、うん、のは若干白いとは思いますけどね。確率は、うん、否定はできないけどかなり低いかなって感じが。そうですね。戦うんだったら全然誰かと組んでもらっていいです僕は。いや、いいんじゃないですかと思うけど、うん、どうします。ロラってもいいし、はい、そうだね、ステアでもいいし、このマップ、あ、確かにロラス早めに絞れてるうちに釣らないとキルされまくって4キル5キルとか平気でありえるから、うん、浮いてるのはアルト、ハタ、サコだけですか。あ、義賊さん、だから義賊ハタ、サコっすよね、うんうん、もう僕レポートをしたんで、僕レポートをしたんで僕からでいいですよ。おおお、じゃあ甘えます、はい、あと2人でサントスさんとトトさんが、うん、どこでしたっけ、はい、ウェポンからウェポンで閉じ込められました。はい、2人いる時に、うん、先出しだったし大丈夫か。うん、義賊さん、はい、ボタンを押します。離投票しました僕は。あと2人くらい残りましょうか。一応カフェテリアサントスも一応残ります。はい、投票したってことはポスターだってことか。インポスターが、あと佐賀さん以外2人いたら2人ともスキップしてるかな。ああ微妙だな。でさ、微妙だな。ありがとうございます。僕を、はい、参加おっしゃった。あれ、大丈夫ですか、ちょっと喋らせてもらっていいですか。配電盤に付いたのって誰かわかります。トータスさん、アベレージ。トータスさんだけ、アベレージ。いや、3人いたはずだよ。僕、見て、誰か。竹尾さんは、離れてましたよね。離れてました。あともう一人離れてましたよね。アベレージ離れてましたね。竹尾さんの横誰かいましたよね。誰だっけ、あれ。
アベレージさん、ね、トータスさんとアベレージさんは確認してるけど、うんうん、配電盤直そうと思ったらガチャガチャにやられて直せなかったので一人インポスターが張り付いたと思うんですけど、クロムはエレクトリカルの前には行ったんですけどみんながごちゃごちゃしてたんでそのまま左行ってセキュリティに見てました。お前直す気満々で操作してたからガチャガチャしてたかも。出たかな、わかんない。じゃあ義足さんがあとボタン押してないのは、はい、僕まだ押してないです。今押そうと思ったんですけど先にサントスさんが押していただいたっていう感じで、まあそうですね、結構で1秒待とうか悩んだんですけど結構時間経って殺されるのも気がして、まあ、0.3 秒ぐらい気持ち待って押しました。押せなくても、まあ、押せなくてもついてしまいます。一応じゃあ配電盤前で騙して義足さんがあで キリするのを狙ったっていう、一応私はそう見えましたね。なくはないかなって感じですよね。うん、ああまあ確かに。時間稼いだって感じが。うん。なくはない。いやー、畑迫さんと義足さんで釣れるんじゃないかなと思うけどな。本当に怖いならアルトマスターまで行くかどうかは他の人にお任せしますが、結構ラボの情報と噛み合ってるから、いいのかな。しなくてもいいのかなと思っちゃうところもある。極論義足さんつってアルトさん、はい、トータスさんの順列ったらなんか終わりそうな気がしますけどね。アルトさんは割と白目だと思うけどな。今のもね、うん、一番最初にエレクトリカルに走り出したの竹尾アルトなんだよ、ね、あのアルトさん釣りに関してはもうなんでケアの範疇で僕も白いと思ってる、うん、証言的にも。そうですよね。私もしなくてもごめんなさい。僕またバグってるんで。あ、ごめんスキップした。危ね。あぶ、ごめんスキップした。間違えた。うん、ください。かな、極論だけど死体が起きてからでいいかな。地球それこそ合理的に行くんだったらすな、あ、はい、あのケアするかどうかは決めていただいて。まあいい、いや自分でやってるしいらないんじゃないですかこれ。合理的に行くんだったら、うん、アルトさん釣ってトータさん釣れば終わる気はしますけど、ね、クロムさんのセリフもないけど、いいんじゃないですか。あ、まあね、クロムさんセリフめっちゃ可能性は低いけどね、うん、なんかそこ白2枚失白2枚だった時失われるリスクの方が大きいから、私は義足畑迫で釣りたい話のもと行かなくてもいいんじゃないかな、うん、それもあり。アルトさん釣るか釣らないかですよね今話すの。うん、あ、もう私は先スキップ入れちゃいます。多分変わんないって気持ち。トータスさん視点が僕が怪しいかどうかですね。あんまりないよなっていうのもあってもないし、その話だけなんであんまりこう判断のしようがない。まあ、浮いてるんが確かに。俺はサントスさん通ったから、あの、サントスさん以外はあと3人で行動してるとか、そんな以外はあんまり今のところ怪しい。ポイントはあれだよね、お互い邪魔しあったって主張じゃないっていうのがポイントですよね。ああ、うん、僕は邪魔されたと感じてます、うん。で、トータスさんは邪魔したかもしれないっていう。うん、ごめん。感じだったごめんって感じ。直さなっていう使命感で滑り込んでガチャガチャしてた。まあ確かにアルトトータスまで行けば終わる気もするわ。いや分かるなそれも。分かるな。アルトトータスさんなんだよな。めっちゃ分かるな、うん、それ。まあまあでもまあ1キル1ローだけ追いますかとりあえず。うん。なんかでも次の殺人と噛み合わせて詰めていく、この情報と次の殺人と噛み合わせて詰めていくが一番。ね。そう、それも正解。アルトさんかスキップかどっちかしましょう。これアルトさんと行動しようか。それってそれでも大丈夫なのかな。村のみんながそれでいいなら、それでいいですよ。うん、だってスキップに入れるんだったら、うん、それでいいよ、全然。他入れた。アルトさんに一応。じゃあアルトさんと行動。じゃあアルトさんとトータスさんで。はい、わかりました。部屋のトータスさんからするのしてくれるのはありがたいね、かなり。チャンネル登録ありがとうございます。あー、ロラしなくてよかったな。噛み合わなかっただけかもね、本当に。トータスさんの疑いはもう邪魔したかもぐらいだからね。
アルトさんに入れたのは、まあ、初日のケアかな。かつアルトさん自身が邪魔したっていうことも考えてって感じだ。青、合理的にちょっと今日は考えてみました。今回はもともとはね、なんか結構僕レアケースっていうか可能性をめちゃくちゃこのゲームでは拾ってるけど、人狼自体やるときはもうめちゃくちゃ安定思考大好きマンだから真逆なんだよね。チャンネル登録ありがとうございます。黒川黒川だ。あれ、ここか。下から行こうか。ゲオさんが見えてる。はい、クロムさん死んでます。あ、本当だ。で、僕直前で、実験所とかラボとか、あの、右上の施設の中の左側のところで、じゃあ、ラボのところだ。ラボのところで、クロムさんがいて、こぼわっと思って、逃げて、心電図見に行ったらクロムさんが死んでたんで、間違いないです、はい、右上で。ですね、おそらくなんですけど、O2 で3人いましたよね。O2 僕いてました。あ、います。3人いたんですか ?3 人いたはずです。3名表示されてました、ね。2人しか見えてない。俺ら僕もトータスさんしか見えてない、ね。あ、サントスいました。ただ、サスケアさんで気づかなかったです。はい。え、いや、そんなことないと思う。あ、どのタイミングですか、ちなみに。今、オス。いや、でも O2 いた。え、俺、ワルトさんを一切、停電中も。ついてるぐらい一緒にいてたけど、一緒にいたね。あ、O2、 あ、いやでもね、それさ、ちょっと待ってね、聞いていい？サントスさんって O2 って木のとこ？木？あ、木かもしんない。うん。あ、木。あー、そうか、そっち側。でもまあ、そっち側。ほら、バルブや。サントスさんがここで被せるのは、他の人がもしいたとき、うん。うん、めちゃくちゃリスクある、うん、あるから。センターさん心電図見に来ました？見た。竹雄さんがね、見えたよ。心電図見てたでしょ、うん、割と直前まで見て、右側の扉の先にセンターさんいるの確認しました。アドリン見ました。で、O2 に3人いたんで押さなきゃと思って押しました。はい、どうぞ。ラボの時にサントスさんが僕らを見てれば、うん、あるんだけど、てか、まあ、もしかしたら死体なんかもしれない。心配ならもうアベレージさん、サントスさんの順でやればいいんじゃないですか。ああ、なんで僕なんですか？え、浮いてるから。全員アリバイあるから。なんとこ。サントスさんが上乗せかもしれないけど。じゃあ僕次押します。そしたら。サントスさんもアリバイあります？あ、僕はキレス可能性もなんか他して。ある。ああ、じゃあ。危ない。ちなみに。危ないわ。めっちゃ危ないわ。押すか。あ、すいません。ガステン一応あんのか。はい、一応そっか、ほかステンあんのか。まあ一言だけ喋って黙っとくんですけど、確かこの試合だったよね。僕がコミュニティを押して最速でボタンを押したの。ボタンを押したね。一番最初はそうですよ。あと今停電直した僕だし、あともう一回停電を直した時があった気もするのと、あともう一回言っとくと、ラボで一番最初に先出し、クロムさんの目撃情報先出したのは僕で、近づいてきて怖かったから心電図の方に逃げて、で竹雄さんがいたから心電図とりあえずもう一回確認しとこうと思って、どういう状況かなと思って確認して、うん、クロムさんが死んでたから、死体一特定でき、かつそこから僕が死体発見しに行こうとしたら竹雄さんにボタン鳴らされたっていう時系列です。はい、あと温まってきます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいようなとこやな。ああ、俺とアルトさんは絶対に不可能やと思う。いや、そうね。アルトさんが
いたって言っちゃう。いたって言ってるけど、僕たちは確認してない。うん、お互いに確認して。僕最終位置スペシメンで、コードとしては、ウェポン行ってその後にアドミンの方を取って下からスペシメンで作業中になりました、うん、って感じですね、まあ、なんで浮いてるんでセンターさんの、なんだろう視点だと全然そのローラーしたいっていう気持ちは分かりますね。ですね、竹雄視点なんですけど神殿図2回見てて、うんうん、1回見たときは死んでなくて、2回目に見たときに死んでたっていう感じなんで、うん、そこまで時間かかってないのかなっていう気がするんですよ。うん、すなわち、竹尾さん視点だと、アベレージさんがまあ一応、アベレージさんになるのかな。だから、サントさん、ちなみに僕の姿が見えたときにはもう死んでた、それが2回目ってこと？ああ、じゃあ一応、竹尾さん視点あるのか。で、トイレから、うんうん、ベント移動してきたら、これスキップしますか？入れますか？竹尾さん僕絞れてないならスキップすると思いますけど。ちょっとスキップしましょうか。はい。まだなんとかなりそう。ほっと、うん、入れた。じゃあ、トータスさん先動いてもらっていいっすよ。オッケー。全然息が合ってないから、俺ら。うん。二人とも止まってた。死んでもいいか助けろ。死んでし。まあ村のね、総意が、もうロラしなかったからね、アルトさんまで。今日はもう、ないっていう進行だから。あ、これ時間かかるんですか。下行って戻ってくるか。一応上確認した方がいいよね。死ぬかもしれないけど。右上の、除染室の、洗うところの、真左の、ドアの真左で死んでました。あ、サントスです。停電が起こる2秒前で死んでます。心電図で見てて、2秒前か1秒前かに死んで、停電になって、その後、アドミンを見て、ラボ4、標本室1、アドミン1で、6人の分布となっております。じゃあ、サントスさん、アルツさん、トータスさんいましたか、右上。もうぴったり火張り切り、停電したら動かないようにしてるので、そう右上ですよね。だから右上ラボ上で、ね、で僕が標本室で、竹尾さんとアベリジさんを僕見てるから直前に、俺もアベリジさん見た、見てますね。アベリジさんその辺ちょこちょこ動いてるのは見ましたね。アベリジさんかな、アベリジさんかな、僕っすか。
先端のセルフかアベレージさんかどっちかしか視点的にないんですよ、うん、サントスさんがないんであれば、うん、でも数合ってるってことはバイタルの数合ってるってことはなかなかそうですね、めちゃくちゃ証言すると思うんで、うん、まあとりあえず白置きしてで、アルトーさんとトータスさんがずっと一緒にいるのを見てて、うん、で、僕あのラボの奥側でタスクやってたんですよ。で、その間が終わってから戻って、で、一緒にタスクやってるのを見てって感じなんで、うん、すいません、アルトーさんとトータスさんってボタンどっちか残ってます？トータス残ってます。あ、トータスさん残ってるならアベレージさん、センターさんの順にするって。あー、でもリアクターのやつだったらいいのか。まあもうここが最終日だと思ってた方がいいかな、うん、このマップは。そうですね。なんで、まあローラーでいいですけど、どっちが順番かってなるんですけど、うん、一応行動心理は除染室の前でアベレージさん、タケオさん死んでて、多分残り1路っていうのが村の総意だろうから、キルペースでそうだろうなと思って標本ついてすぐ除染室戻って死体確認しました。まあとりあえず続くんで、ボタンすぐ押した方がいいと思います。私ボタンないんでリアクター方面に先に走っておきます。トータスボタン押します。ないやんけ。あー怖いよ。いやー、どっから勝ちたかな。まあでも武雄さんキルするタイミングめっちゃ良かったけど、あれめちゃめちゃ良かったけど、でも武雄さんを、あ、そっか、武雄さんはあれか、もともとあれか、センターが戻ってきちゃったっていうのが。そうですね。なんであれ戻ったんですか、センターさん。でも確信があったから、アベレさんを昨日釣る気満々だったし、クモも入れたし、絶対もう一浪でここしか多分キルするタイミングないと思ったから。あー、素晴らしい。僕もう戻る前提で下に一回下がったから。あの、うわー、ライアーゲームみたいになってた。なんか誘導されたのか。交通でお互い見えなかった事件何なんすかね。あれ停電でしたっけ。なんか私も見た記憶なんか、あれ何なんだろうな。いや、バルブの交通、僕らはあのロケットみたいなの飛ばす方にいたので、ああ木にいたら合ってないですよ、そもそも。そう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 。あ、その部屋が広いから。ああ、そういうこと。あの辺全部が O2 って扱いな。ああ、そういうことか。ああ、そうね、部屋の中じゃなくて、そうそう、全体がゆっくりだから。ああ、くくりが広いのか。あ、失礼しました。なるほどなるほど、くくりの定義が広いからか。いやー、勝てねー。いやー、アベリさん弁当から出てきてました。いつですか。まあ、いや、今は弁当使ってないですね。ないですよ、多分普通に歩いてきました。そうですね、普通にラボのところ行って、で、ちょうどいい感じにトイレ入ったんで殺してって感じで、うんうんうん、だったんですけど、まああれセルフで先端、あのなんかラボじゃスペシメン方向いたの誰ですかっつって、じゃあセンターさんセルフじゃないですかがまだ勝ちたかな。なんかセンターさんが、いやでも、いやでも、うん、多分私時間、その死んでから発見まで時間あったんですけども、見つけて標本室にまで行って、はいはい、もう一回死体現場に戻ってセルフってやらなくないですか。まあそうですね。そっか、神殿図怖え。インディーズもアドミンも見ちゃってたんで、その情報を組み合わせると、はいはいはい、センターさんがとんでもないプランを通す以外はそれやらないと思うので、わざわざ下に言えば遠くまで離れて戻、うん、まだわざわざ戻って発見ってしないと思うので、と思いました。いやなんかね、なんかうちのリスナーがさ、みんなあの今、はい、ベントにアベレージさんいなかった、今ベントにアベレージさんいなかったってめちゃめちゃ言ってる。見られました僕。わかんない。俺全然確認できてない。リアクターのとこじゃないですか。リアクターのとこじゃない。あね、リアクターのとこ、本当僕もね、今見返したら一瞬映ってた。あ、リアクター左直した後に入りましたね。右から出ました。いや、右からは出てない。あ、移動はしたけど。あー、今一瞬、確かに俺今ちょっと見直してるけど、ね、一瞬映ってる。でもなんだこれ、多分バグの範疇って感じですよね。一瞬、なんか、アベリさんの姿が見える。あ、本当だ。あ、そうだ、義足さんもなんかバグってるって言ってたんで。ああ、なんか僕、死んだ後なんか、幽霊の時に、なんか、ずっと停電してる状態になってて、停電治ってるのに。ああ。一生保たずできなくて、ちょっと申し訳なかった。ああ。いやでもこれなんかアルトさんとトータスさんを釣るか釣らないかの話で、釣らないところが結構天王山だったかな。あそこに釣らなかったからだいぶ天王山、うん、あそこ釣ると一気に苦しくなったし、釣らなかったことによってだいぶ余裕を持って戦えたんで、うん、無理な気力を持ってたんで。いやー、ベントが右上に繋がってたら絶対殺してましたけど繋がってなかったんで、もうむちゃくちゃぴったりついてたよ。停電になったら怖い。
いやもうぴったりくっついてたって言う割にはトータスさんめちゃめちゃ動き回ってたけどね。いや違う、え、動かんねえな、これ動かんでいいんやな、バグってないな、動かんでいいんやなってずっと確かめてバグと戦ってたのか。あれ初め結局義賊さんでしたっけ、ハタサコさんだったんでしょうか。え、僕です、義賊さんです。あ、義賊さんか、まあ、そうですよ。すごい、ひつぎダンスのやつが4人揃ってる。左側から。僕はかなり潔く死んだと思いますよ。いや、潔かったですね。この箱の周り囲めば多分、カンオケダンスになる。あ、やるしかねえ。箱の周りか。カンオケダンスだ、カンオケダンスだ、これ。センターさん、僕の前ら辺がいいんじゃないですか。新メンバーが、いつもいいか。カンオケダンスだ、これ。